潜在変数は統計学において直接は観察されないが観測された他の変数から推定される変数を意味する。観測された変数を潜在変数の観点から説明することを目的とした数理モデルは潜在変数モデルと呼ばれる。潜在変数モデルは心理学、人工統計学、経済学、工学、医学、物理学、機械学習。 人工知能、バイオインフォマティクス、ケモメトリックス、自然言語処理、軽量経済学、管理、社会科学など多くの分野で使用されている。潜在変数は現実の側面に対応する場合がある。原理的には測定できるが実際には観測できない状況では変数に意味があるが観測できないという事実から隠れた変数という用語が一般的に使用される。カテゴリー 行動、精神状態、データ構造などの抽象的な概念に対応する潜在変数では仮想変数または仮想構成という用語が用いられることがある。潜在変数の使用することでデータの次元を減らすのに役立つ。多くの観測可能な変数をモデルに集約して基礎となる概念を表すことができるためデータを理解しやすくなる。この意味でそれらは 科学理論と同様の機能を果たす。同時に潜在変数は現実世界の観測可能なデータをモデル化された世界のシンボリックなデータにリンクする。ワープがある場合とない場合のバークレー成長研究からの男の子の平均身長曲線の推定。ワーピングは非線形混合効果モデルを使用して年齢を同期された生物学的年齢にマッピングする潜在変数に 基づいている。因子分析法によって作成された潜在変数は一般に共有分散、または変数が一緒に移動する程度を表す。相関関係のない変数は共通因子モデルに基づく潜在構造を生成できない。経済学の分野からの潜在変数の例には生活の質、ビジネスの信頼、指幸福、保守主義が含まれる。 これらの変数はすべて直接測定できない。しかし、これらの潜在変数を他の観測可能な変数にリンクすると、潜在変数の値は観測可能な変数の測定値から推測することができる。生活の質は直接測定できない潜在変数であるため、観察可能な変数を使用して生活の質を推測する。 生活の質を測定するための観察可能な変数には、富、雇用、環境、心身の健康、教育、レクリエーションというか、及び社会的貴族が含まれる。潜在変数の方法論は、医学の多くの分野で使用されています。潜在変数アプローチに自然に役立つ問題の、クラスは、時間スケールが、研究対象の特性と同期していない重断的、研究です。 このような研究では、研究対象の特性と同期する観察されていない時間スケールを潜在変数を使用して観察された時間スケールの変換としてモデル化できる。この例として、疾患進行モデリング及び成長のモデリングなどがある。潜在変数を利用し、潜在変数の存在化で推論を可能にする様々なモデルクラスと方法論が存在する。 次のようなモデルがある。次のような分析や推論がある。ベーズ統計は潜在変数を推測するためによく使用される。ありがとうございます。